ゲゲ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 ゲシソ、またシソなの？シソ揚げ？ラズベリーソーベット、ウィブコテージチーズソーベット、シソ。コテージチーズソーベット、イチゴのビネグレット、ラズベリーフレーバーのキャンディ、パリパリキャンディ。シソグラニテ、インのミドル、ラズベリーソーベット。シソグラニテ。あの、デザートワインいただけますか？はい。しっかり甘いのと、こう軽めな甘さとどっちがいいですか？はい、軽めの甘さは爽やかですか？そうですね、まあ、デザートワインという感じじゃないですね。デザートに合うっていう、それ飲んでみたいです、はい、デザートに合うワインってことですか？これに合う、はい、ちょっと甘さ控えめのワイン、どっちがいいですか？困ったな、マジ困ったな。両方いいです、両方いいです、両方いきます、両方いきます。ちょっと爽やか、すごいよ、見てこの薄作り、メザイク職人みたいな感じですから。そうだね、めっちゃいろいろ調整して、ね、この色とこの薄さと、パティシエがね、飴の色もいろんな色がしてて、そうだね、物によってシソ味とイチゴ味とラズベリー味あるでしょ、これ、うん、おいしい。軽くコンポートしてあるよね、うん、軽く、本当に軽く、うん、アメージングだね、本当にアメージング。好きかどうかだけ、まあ、デザートの甘さに考えるとこれぐらいがちょっといいかな、うん、ゲリオフですか？合います、私めっちゃ好きです、うん、すっごいおいしそうな顔してもうフランスにハマっちゃったんですか？一緒に帰ろうとか帰ってきてほしいとか誰からもまだ何も言われてないけど、いやいやいや、ずっとここにいようでしょ、来てほしいって言われてたのか、まだ自由にしてていいよっていう感じなんでプラプラしてるんですけどねこのなんか誇りなんだろうね、この働いてる人たちがさ、本当に、いや本当に誇りを感じる、三つ星とか三つ星とかって本当に誇りが感じるよね、うんうん、いやいややってる人誰もない、そうそうそう、本当に心地いいんですよ、そうなのよ、うるさいもそうだよね、全員プロフェッショナルなんだよ、もういやいや、あのさっきマリー・アントワネットの話の時に王様と、めかけさんとか、いろいろ言って、うん、ってたね、女性のところに王様が行くって言ってたじゃないですか、うん、で王様は王様で一人で、シングルベッドなんですね、シングルベッドで寝る、寝るときは ね、奥様もしくは他の女性のところに行くときは王様はそちらにいらして、うん、女性が王様の家に来るときはない、うん、言ってたじゃないですか、うん、それ聞いてたときに後ろのアメリカ人の人がインチュラスティングそれ聞くよ、ちゃんが言ってたじゃん、お互いいたから、うんって言って、テルちゃんが、うん、インチュラスティング。つまり、あの、まあ、結婚してたとしてね、うん、まあ、フランスの感覚的にですよ、結婚してたからって、人を好きになっちゃいけないとか全然ないよねっていう、うん、まあ、マキシムに、あ、結婚してるんですかって聞いたら、うん、結婚してます、子供3人いますって言ったから、あ、結婚してるんだって言ったら、だからって、何が変わると何が変わる言ったのって言った、何が変わりますかみたいな、そう、でも私はそれよりメルボーイが一番イケメンだったんですけどいやもう衝撃的でした、全てが、全てのお皿が特にこれぐらいの美味しさ、ニンニク両方とも召し上がりましたもう最初こんなちっちゃくてすごい気持ち分かります、あんなに美味しいとそうなっちゃいますよえ、このデザートはパティシエさんが、そうです、何やっぱり、やっぱり、私は高塚と申します。このスプーンの裏もね、すごい素敵なんだよ、そう、可愛いよね、スプーンの裏がね、全部裏が裏がシルバーがとっても素敵ですね、これもね、しかもクリスタル、あのチェックお願いしてもいいですか、あ、ミニアミルクです、ミニアミルクもあります、温かいお飲み物、ね、そうです、ね、あ、いい、あ、なんかお茶とかコーヒーとか、え、一押しは何ですか、一押しと、ベルベルって感じですか、ベルベル、え、何、何それ、お茶、あの、ハーブティーです、ハーブティーです、じゃあ私そちらで、はい、しかもコルシカのものを用意してるんです、あ、コルシカって何、コルシカ島の、コルシカ島です、フランスのコルシカ島、特別な感じで、そう、私さ、昔さ、脇屋シェフって知ってる？中華で、日本ですごい有名な中華のシェフがいて、ミシュラン的なね、そのシェフがね、言ってたの、なんか料理人がね、有名なのに一番必要なスキルは営業スキルだよ、そうなんだ、もういかにそのトップシェフに気に入られて、そう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 、自分だけが引っ張り上げるから、お客さんに愛してもらって、指名できてくれて、お金をたくさん稼げる、もう、そうだよね、料理のスキルじゃないから、そう、そう、勉
キャバ嬢、まあ、ここもまたキャバ嬢してくださいだよ、キャバ嬢好きだ、全てはコミュニケーションなんだね。そう、やっぱ人の心はもうね、現在は感情で動くですよ、ね、マシュマロのアイス、アイス、これは大事、キネコラーダってカクテル、パイナップルですよ、南国の味のマシュマロのアイス、こちらを最初召し上がりいただいて、その後にこちらの一品のキャラメルタルトなんですけれども、キャラメルタルト、チョコレートぐらいの色ですね、もはや、ね、キャラメルとは言わず、ね、食べていいです、はい、ただキャラメルタルトは一口で、絶対に一口で、あー期待が、一口で食べないとシェフに言いつけられるんですね、うん、じゃあこれ手でいいんですか、手で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 、あ、冷たい、行くよっつって、はい、というわけでね、溶けちゃうからちょっとマシュマロアイス食べたいと思います。あー、なんかもうポワポワ、ポワポワ、ひんやり、ポワポワ、ひんやり、うーん、おいしい、初期系は日本でキャラメルタルト、どこかで、なんですかね、修行してたんですか、やはり一番、やばいな、怖い、いや、このタルトやばいですね、やばいんですよ、やばい、一緒で食べないとダメよ、これは塩カラメル食べるともう全部届けちゃうので、絶対に一口でって言ったらそれがいいです、もう本当にそんなわけで、この一緒に行きたいのに、この後は美味しすぎて、この後ですね、やばいです。